あの人の現在。レオナルド・ディカプリオ、若い頃と現在が違いすぎる。かつてイケメン俳優として一世を風靡した俳優の一人、レオナルド・ディカプリオ。そのあまりの有名ぶりに、映画に詳しくない人でも誰でも一度は名前を聞いたことがあるでしょう。そんなディカプリオですが、2020年現在の姿があまりにも昔と違うと話題になっています。そこで今回はレオナルド・ディカプリオの現在と昔の姿について解説していきます。若い頃、レオナルドが若い時、特にタイタニックに出演した時から日本の女性ファンが彼に夢中になり、昨今のイケメン外国人俳優の先駆けのような存在になりました。また日本だけではなく、世界中にレオナルドのファンがおり、世界中が認めるイケメン俳優と言えるでしょう。レオナルドは端正な顔立ちで非常に女性にモテるので、これまでの女性遍歴もかなりのもの。ブラジル出身のモデルのジゼル・ブンチェンさんや、イスラエル出身のモデルであるバー・ラファエリさん、アメリカの女優であるブレイク・ラブリーさんと、さまざまな国のモデルや女優と交際していました。タイタニックが公開された1997年ではレオナルドは23歳。23歳でたくさんの女性にモテれば、かなり多くの女性と交際していたことでしょう。若い頃のレオナルドは日本のイケメンと呼ばれていた俳優もかすむくらいの人気がありましたし、当時若かった女性はレオナルドのファンであった方も多いはず。タイタニックで日本での人気に火がつき、それ以降レオナルドが出演している作品を欠かさず見ていたという方も多いことでしょう。それだけ若い頃のレオナルドは人気があったのです。現在、若い頃女性の人気を欲しいままにしていたレオナルドですが、2020年現在のレオナルドにかつての面影は全くありません。若い頃に比べ顔は丸くなり、体型も大きく太ってしまっています。また年齢のせいか、髪も少しずつ後退し始めており、時の流れの残酷さを痛感してしまいます。このレオナルドの姿は世界中のファンから悲しみの声が寄せられており、これがあのレオナルド・ディカプリオなのかという声も多数。以上、レオナルドの現在について解説しました。45歳になったレオナルドの姿にかつての面影はなく、時の流れがいかに残酷かということを思い知らされますが、そんなレオナルドはまだまだ女性と遊んでいたいようです。レオナルドがいかにすごい人物であるかを思い知らされることでしょう。